い、どうもこんにちは、ゲイです。今日はですね、とある山にやってまいりました。まあね、ここは僕始まりの地と呼んでおります。なぜかというと、僕はね、 YouTube 始める前にニコニコ生放送というものをやっておりました。まあニコ生ではね、ここ、まあ、基本的に家で配信してたんですけども、外配信というものをねやったことがあります。外配信というのは、まあ、外で、生放送することなんですけども、ここね、ここの場所が今来ているここですね、ここが初めて、配信、外配信した、場所でございます。スマホを持ってね、撮影しに来たんですよ。懐かしいね、もう5年ぐらい前ですかねというわけでね、今日はですね、僕はどこに来たかというと、こういう感じの場所、わかりますかね。こういったね、周りは山なんですよ。山に囲まれているんですけども、実はあそこには、こっちの方がわかりやすいね、海、風車がありますね。そして海ですよ、海。はい、とまあこんな場所ですね。ということは、まあ高い場所に来てるわけでございます。簡単に言うとね、ちょっと散歩しに来ました。いや、非常にねいいですよ。まあ夏なんでね、声を聞いてもらえば分かるんですけども、セミがね鳴いております。セミですよ、セミああ、普段ねあんまり外に出ないので、いい運動になりますよ。いいね、僕はこの1ヶ月フォトグラファーとしてやると、まあ、夏休みの宿題ですね、2017年夏休みの宿題という感じでやっておりますよ。いいですね、こういったところに来て、まあ、写真を撮っていけたらなという感じに思ってます。その、ね、写真を撮ってる場所をこういう風に動画で残せていけたらなという感じに思ってます。ちょっと影に入りましょう。暑い。はい、暗いですね、暗いですね、やめましょうはい、こういう感じですね。実はここアスレチック広場なんですよ。まあね、こういったところで昔来てね、遊んだりしてましたよ。いろんなね、遊具がたくさんありますよ。はい、ブランコですね、ブランコがあります。こういう感じ、4台ありますね。こういう感じのブランコ、昔乗ってました。低いな、怖え。ちょっと乗ってみます。痛い、痛い、痛いのでやめました。はい、あの乗るもんじゃないね。ここもね、景色いいですよ。ほら、こういう感じ、こっからもね、海がね、見えるんですよ。こういう感じで、海がね。綺麗に映ってるよね。いや、非常にね、いい場所。というわけで、こういう、なんていうの?アスレチック広場っていうところにやってきてるんですけどもね。いやー、いい写真が撮れそうです。こういった場所は、まあね、いろいろ、まあ、いろんな皆さんね、住んでるところ近くあるかどうか分かりませんけども、僕の近くにはあるんです、こういう。せっかくなんでね、こういったところで動画をこういう風に撮りながらやっていくっていうのもいいんじゃないかなと思いますよ。非常にね、太陽の光がね、厳しいですけども、熱中症には気をつけて頑張ってください。僕はこれで休憩します。お疲れ様でした。